さあフルカウントの勝負、ストレート、ライト方向どうか、フラフラっと上がってポール際、ポール際どうか、スタンドに、これはフェアです、ホームランではありません。井上誠也は三塁へ向かっている、スリーベースヒット、タイムリースリーベースでした。あ、井口監督出ましたね、ホームランではないかというビデオ判定を要求します。今、際どいゾーンでしたよね、はい、先ほどのシーンご覧いただきましょう。グラブのその先、ボールはどうか、あー、どうですか、入ってますかね、これはどうなんですかね、黄色いラインのついたフェンスの向こう側に見えました、さあ審判が出てきました、ホームラン判定、さあ審判が出てきました、ホームラン判定、タイムリースリーベースヒットからツーランホームランへと変わりました。井上誠也、今シーズン第15号はツーランホームランでした。